はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは。レッツだよーというわけで行きましょう。新調フェスセラフィムエススネークやってきましたというわけでね。はい、というわけで先ほど生配信で神引きしてきましたということで、無事レベル100フル分になりましたというわけで、本日は、ガチ評価していきたいなと思います。まあ、もう、はい、強いです。はい。もう生配信ね、見てた方わかると思うんですけど、もう、マンスコバンバン出せるし、機動力に長けたディフェンダーというわけでね。ほんで、今、ときめく、ゲッターたち、アタッカーたちも簡単にね、落とせるし、守れるしっていうので、マジでな、強いなと、はい、思います。というわけで、特性に関してはね、敵無視、旗 150% ね、ゲージね、はい、貯められます、という感じでね。はい、ほんで、スキル1を当てると無敵が3回つきます、みたいなね。この背中にね、ここ、火がポッとつくんですけれどもね、はい、こちらですね。この火がついてるときは、無敵3回っていう、このアルベルと一緒ですね、だからね。で、通常攻撃3発目が吹っ飛ばしになって、2段目を長押しすると、なんと一番遠いエリアに飛んでいけちゃう、はい、機動力、というわけでね。はい、素晴らしいなと、もうこの時点で素晴らしいんですよね。でお宝エリアにいるとき、これがね、ディフェンダーなんですけど、自陣に限らずなんでね、敵陣でも、まあ、自陣でも、最初の白旗でも何でもいいんですけど、よろけない、吹っ飛ばない、そして状態異常が効かないということでね、はい、非常に強いということで、最高ですね。ほんで攻撃されたときにね、スキルね、スキルオンリーやけどね、スキルで攻撃されたら、例えばシャンクスとかね、あとカルガルダとか、スキルで攻撃されたら、その人の攻撃力増加を解除します。またゼロになりますっていうね。はい、ただその食らう瞬間だけはそのダメージが通ると思うんで、そこは気をつけないといけないんですけどね。はい、で10秒間 30% 減少もついててんの。はい、ほんでですね、これがね、厄介ね、敵無視ダッシュがついてるロジャーとキドロがなぜ取れないかっていうとですね、自陣ね、今自分がいるこの目の前の旗を敵無視ダッシュで握られましたってなった瞬間に、こちらのスキル位置が 50% 一気に半分パーンと短縮されて、プラス体力も回復しちゃうっていうね。これだからね、逆にロジャーとかキドロ使ってる人は目の前の旗ね、まあ、抜けそうな、あとちょっとやったら抜いたいと思うんだけど、無理やったらね、多分マジで握らん方がいいんちゃうかなと、はい、思います。ガンガン短縮されるんでね、はい。で、それで無敵つくからで言ったらまたね。まあそんな感じかな。ただダメカットに関しては、まあ 30% 減少ね、お宝エリアにいるときにそれしかないのかなって感じなんで、まあちょっとね、脆い部分も若干は、あるのかなと思いますけどね。はい。それでもまあディフェンダーなんで、そもそもの防御力があるんでねって感じかな。はい。ほんでゲッターに攻撃したら、キドロね、例えばキドロやったら防御力解除できるし、ゲッターモードの2回やったら防御解除できるし、みたいな感じですね。はい。んで強化状態も、シャングスとか火力上がってる、例えば赤犬とかなんか火力上がってるんやったら、その、破棄状態、マグマグ状態を解除できますと、攻撃されたらね、はい、そんな感じでございます。ほんで、ブースト特性が、こちらがですね、意外とね、ちゃんと優秀で、スキルで攻撃したら体力 5% 回復なんでね、これね、合計4段なんですよね。だから4段分4、5、20% みたいな感じで多分回復できちゃうみたいな、こっちもまあ2段かな。はい、なので結構ね、回復性能にも長けてるから、スキル、スコアがガンガン増えていくっていう感じなんですよね。だからマンスコバンバン出せるみたいな感じやと思います。はい、というわけで、メダルは今回はですね、こちらの、スキル分回し、の形でね、攻防が70、70ですね。はい、これで言ってました、生配信もね。というわけで本日はこれで遊んでいきたいなと思います。明日以降とかで多分ね、サポートとかちょっと遊んだりとかね、していきたいなと思います。メダルとかね。はい。というわけで、相方ロジャーですけども、出しません、多分ね。はい。本年サポート、アタッカー、麦わら、ゾーン系新世界っていう感じで、まあ普通のも青属性用のね、普通の一旦サポートでちょっと行ってました。生配信もね、これで行きたいなと思います。はい。じゃあ行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご賞はください。レッツバウンティー、はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。攻撃開始。はーい、かわいいですね。行きましょう。まあ、なんか、初見プレイでね、ライブ配信でね、いきなりマンスコとか出しちゃって、なんか一回1万3000何歩とか出してたから、なんかもうほんまやばいよねっていう感じでね。まあ、頑張っていきましょう。その時ステージがね、インペルダウンと、どこやったかいね。どこやったかいね。ワルクニか。なんで、そこら辺のあれが見たい方はね、そちら生配信アーカイブ残ってますんで、よかったら見てください。ということでね、それはもう取り際でいいんじゃないでしょうか。というわけで無敵ドーンでね、はいはいはい、おーい、いたね、ワンツーのスリーからの、ここからこれドドンドンドンやっちゃってね、いっちゃってね、はい、ワンツーのハイスリーで、この間握ってくれというわけで、ここからメロメロメロでぶっ飛んでくれというわけで、ね、これアシストしてここ取れたらでかいと、はいはい、でかいねーでかいねー、そしたら今度これがロジャーを今度ここ逆にこれドルルルルやっちゃってね、はいはい、ワンツーのハイスリーね、いいねー、でこれ溜めてる溜めてる溜めてる、面白いねこの展開、じゃあそれ入れ無理でした。でこれ握ったらそんなことしたらスキル1が溜まっちゃうよって、あ、それね、任して、任して、逆に、全然大丈夫やけど、いいんやけど、ワンからのメロメロメロ、トーンやって、はーい、これ、染めに行っちゃうか、これ、いけへんかな、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、あ、無敵なかった、あ、無敵なかった、あ、でもこれ、1しか食らわないんですね、で、ブースト超快やからね、ワン、ツー、はい、スリーからの、はい、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ、で、ここが、はい、ワン、ツーの、はい、スリーから、
はい、オッケー。ほんで、50貯めたんで、じゃあ次ちょ、真ん中確実に貯めに行きますかってことでね、カルガラさんなんかはほんまにもう無理でしょうよって感じでね、ここメブロメブロやっちゃって、これ。あ、ワンパーン、いいですね。はい、ナイスですね。オーケーオーケーオーケー、落ち着いていこう、落ち着いていこう。これ、ここからこれでちょ、一回飛んで逃げちゃうってことでね、これで。これもできる。逃げちゃえるんですよね。で、C からね、これ、ここ戻ってきたじゃないですか。これ、どこ行くと思います皆さん、これ。ここからどこ行くと思います。これ多分 B 旗ですよね。これはね、この距離的にはね。なんかちょっとマップとかをよく見てね。で、その各ステージごとで、どこに飛んでいくんだろうみたいなことを、こう、把握しとけば、こんな感じで到着みたいな。こんにちはーってできるんですよね。はい、楽しい。はい、ワンからの、はいはい、ワン、ツーからのメロメロメロウ。はい、どっかー。一応かな、これは。はい、ワンから、はいはい、ワン、ツーの、はい、スリー行くから。はい、オーケー、素晴らしいですね。これ定食。はい、オーケー、ありがとうございます。で、これもらっちゃってもらっちゃって。そしたらこれも安泰なんで、もう150ガンガン作れてるんでね。で、無敵もついてるでしょ。一時アシスト行ってももう逆におもろい。逆におもろいかもしれへんもん、これ。楽しいね。はい、ワンからの、はい、ワン、ツーからの、ここからこれ、どん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 やって、はいはい、ワン、ツーやって、さっきこっちかな。はい、ワン、ツー、スリーで吹っ飛ばす。はい、オッケーね。はい、ワンからの、はい、いいね。はい、メロメロメロ。はい、ドッカーンからの、はい、ワンパーンからの、あ、いらなかったですね、それはね。オッケーオッケーオッケー。ちょっとそっちのアシスト行きたいけど、あ、無理やね。はいはい、まあいいよいいよ、もう 150% 貯めといたらもう大丈夫大丈夫です。そこもね、敵陣やけど攻めに行っても別に気絶効かへんからいいんだよ、行っても。行ってもいいんだけど、まあこれダウンでいいかなっていうことでね。はい、ありがとうございますって感じで。はい、握ったらどうなるって、そういうことか。プロロ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 ロはい、ワン、ツー、スリーね。はい、いきなりしょっぱなからのマンスコありがとうございますって感じで、これ。強すぎるな。あー、これがセラフィム S スネークなんですね。はい、ありがとうございました。次行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。続いて、アーロンパークですね。アーロンパーク、どうなんやろうね。俺、初ですけれども。はい、頑張っていきましょうか。また、飛ぶとこちょっとほんま意識しながらね、どこが150作れるかっていう。ほんで、まあ、トントンとこう飛べるんで、結構早めに前線出ちゃってね、先に150作って安定させといて、また戻ってっていうのでも全然ありなんかなと思います。はい、セラフィムさんに関してはね。はい、で、あとはね、割とね、その、ライブの時から、生配信の時からなんですけれども、結構ね、その、味方ような感じがあったんで、先に C をこう取ってくれてた人が多かったんですよね。これどうなんでしょうかね。行けましたかね。はいはいはい、なるほどね。そしたらこうなった時はどうやろ、こっからどうしたらいいんやろな。一旦150貯めるかね、一旦。それはね、はい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 、と今がチャンスですね。今がチャンスなんですけれども、まあ一旦ここ貯め切りまして、今が貯め切りまして、でこれ D 型飛びに行きまして、一旦ね、はいはいはい、こんちはって感じで、こうね、こんちはって感じでね、はいはい、トーンやっといてね、はいはい、 OK ね。で C を走行してる間にいい感じにもし取ってくれれば、マジで最高って感じで、ここメロメロメロをやっちゃって、これ、あ、ドーンやっちゃってね。これも無敵つけちゃいましょうか、先にね、これね。はい、トントントンやっちゃって。ほんで、こう、ワン、ツーですね。あ、ナイスですよね。あ、そしたらこう、行っちゃいますか、これ。あ、無理ですね。あ、こうなったらどうなんやろうね。今、二つしかないやんか。あー、石化してる。石化短縮ではなさそうやな。ならさそうやな。まあ、こうなったらね、どうするんやろうね。攻めに行ってもいいと思うんやけど、150ガンガン作られるくらいやったら、行ってもいいんじゃない、これ。マルコさん行きます、これ。じゃあもうメロメロメロやっちゃいます、これ。あ、うまい、ナイスナイスやね。それも俺ごめんやけど、これ握っていい、これ多分 150% ね、無理ですからね。貯められたらね、ここジャストで入ってワンツーですね。でここからの無敵つけといて、とりあえずね、はい、オッケーオッケーオッケー。ほんでこれはね、一回ここからこっちに逃げちゃうんですよね。はい、オッケーで、マルコさんこっちはって感じで帰っていった、帰っていったね。っていうことで、ここからじゃあここに行こうと、こんにちはって感じで、ここからのこれでこれこう石化してってね。なんでしてない、なんで石化してないの、そんなことある。ワン、ツーからの、はい、ここジャスル入って、石化、トン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 やっちゃってね。はい、で、ワン、ツーね。はい、オッケー。あ、取ってくれたね。っていうことは間違いなく俺が行くよ。それは全力で。あ、行けへんかったんやけど。あ、行けへんかったんやけど。あははは、そこ俺一陣なんか。行く行く。取ってくれたやつは先に絶対貯めるよ。俺はほんまに全力で。オッケーオッケーオッケー。ここ絶対も守ろう。シュ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 。これはシュシュよ。間違いなくね。まごうことなくシュシュをシュ。今から火使いましたね。ってことはメロメロメロで行きますね。これは。あ、ワンパー、はいよ、はいよ、はいよ。いいね。で、これ、キングのかかと落としだけ気をつけたいけれども、大丈夫っぽいね。大丈夫っぽいね。オッケー、オッケー。ほんで、ここ、ワンからの、はい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 。で、これ、取っちゃおうよ、ほんなら、これ。取っちゃおう、取っちゃおう。でかすぎる。ほんなら、ここも縦3つで、ありがとう、こちらこそ。こうやってね、取ってくれる味方がいたら、多分、間違いなくそこ守れるんで、それ、めちゃめちゃ強いと思うんですよね。
ワンツーの、はい、スリー、引きません。はい、残念でした。で、無敵、はい、トン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 、やっちゃって、で、ワンからの、これ、一直線上で、ここからのこうでしょ。で、このロジャーも落としたい。いけるね、いけるね。これ大丈夫やね。はいはいはい。ワンツーの、はい、スリーね。はい、オッケー。で、俺ここ入っちゃったらもう完璧ですね、これはね。はい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 。はい、トゥルルルルル、アワンパー、アワンツー、アワンツー、はははは、素晴らしいと。まあ、序盤ね、逆に言ったらさ、3点なかったら、ちょっと暇な時間もあるかもしれませんけど、こんな感じで、落ち着いて盛り返せますから、強いな、マジで。どうした？はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。で、思ったか、これ、アーロンパークの C ってさ、飛べへんのか？飛べるんかな？相手のセラフィウムの方行ってましたか？さっき行ってないですか？見てなかったな。これ行けへんのかな？距離的に。やっぱ C の方が近いよな。それやったらさ、もしかしたらこのステージ C だるいんかなって思うけどな。これ、まあ、ここ取るやろ。じゃあ次 D 行くでしょ？絶対これ、飛んだらさ。あ、まあ、先に C 取ってくれたら C 飛べるんか？一旦。そうやね。まあ、でもこれね、一旦ね、もし、ちょっとまずいんじゃないこれ、ちょっとまずいんじゃないこれ、ちょっとここワンからのここメロメロメロペアンやって、ここと、あはは、けけけ、取らすな取らすな取らすな、先に全力で取れ、全力で全力で先に取れ、全力で全力で取らなあかん、これちょっと先にシーアタ行こう、先にシーアタ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 、これムシムシムシシー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 、いけ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 、ここはジャストで入っとけ、オッケーいけいけいけ、でこっちに振ってもらう、こっちに振ってもらう、全然オッケー、でこれ取らなあかん、ナイスー、でかいー、このシーはでかい、このシーはマジででかいと思われる、でここ貯めてからあっち戻りたいねんけど、なできればちょっと待ってや、ここちょっとでも貯めてから行きたいねんけど、行ってあげなやばいよな、あれ多分な、行くか、もう行くか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 、でこれこれ間に合い、よしよしよし、間に合った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 、ワンツーのハイスリーね、オッケー、でこれがフットボール間に合う間に合う間に合う、あーオッケーオッケーオッケー、よくやったよくやった、でもちょっと C 行って C 行って C 行って、誰も C 飛んでくれたら、もう俺ここ貯めない、やばい貯めない、やばい貯めない、よく繋いでるこの機動力、ナイスナイスナイス、いいぞいいぞ、でも150まだ行っても貯められてないんで、行きたいんですよ本当は、行きたいんですけど、行きたいんですけど、どう、シー頑張れ、シャンクス頑張れ、シャンクス頑張れ、シャンクス頑張ってくれ、よーし、ナイス、オッケー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 、でかいよでかいよ、ほんならとりあえずこっからね、アシストできるからね、これエースのところもねできますからね、はいはいはい、エースのエースのとこエースのとこエースのとこ、オッケー、よーしよしよし、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、ほんでほんでほんで、これちょっとこれちょっと一回初期アタカエリーの初期アタカエリーのためなんか150貯めてないからね、でもうちょっとで開くから、もうちょっとで開くので、ちょっとワンツーのスリーのワンツーのスリーで行ってくれ、届かへんのかこれ、届かへんのか届かへんのか届かへんのか、うわー、Cアタいけへんて、いけへんて、それ、うわ、だるい、取られたー、で、二人も取られるやんけ、ちょ、待ってくれやー、ブルル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 ルからのここメロメロメロ、はい、ワンからの、ワンツーのスリーで、うわー、これ取り返されてスラフィーも似たやろ、これだいぶきついんちゃうかな思って、これだいぶきついんじゃないかな思って、これ、はいはい、オッケーオッケー、ちょっと頑張ってどっか取ってきてくれへん、みんな頑張って頑張って、ここワンからのナイスなんやけど、ナイスなんやけど、ちょ待って、今度今度こっちな、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 こっち行くで、こっち行くで、はい、こんにちは、あれいいヒン買ったやんって思ったところにいるからね、でもこっからどうやって取れんやろな、これな、ちょっと待ってや待ってや、これロジャーの方にメロメロメロしたいねんけど、あ、いける、あ、オッケーオッケー、いい、それはいい、それはいい、あっち頑張れ、あっち頑張れ、あっち頑張ってくれ、もうそれ頑張ってくれ、頑張ってくれ、ここワンからのもうこのブルルルルルやっちゃって、もうここは全力で大丈夫なんで、これもじゃあアシスト行こうか、この上無敵だけ剥がそう、無敵だけ、無敵だけ剥がしといて、とりあえずね、オッケーオッケー、ジャストで入って、ワンツーのハイスリーね、オッケーオッケー、ワンツーのハイスリーね、オッケーオッケー、ワンツーからな、ここジャストで入っとけ、大丈夫で、こうメロメロメロで向こう行かすな、いっとけ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 、ここここ行くしかない行くしかない行くしかない、このぶっ飛ばせぶっ飛ばせぶっ飛ばせ、いけ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 、あ、もう取れへんわ、あ、取れへんわ、あー、これですね、だから3点つなげずにもう守りきられたら、これはもうセラフィムでも無理ですね、はい、だからそこをセラフィム以外のキャラたちでどうやって頑張って3点をつなぐかっていうのがもしかしたら大事かもしれないですね、これね、はい、どうした、よろしく、はい、じゃあ行きましょう、よろしくお願いします、まあ、だからこのステージちょっと逆にやりにくいかな、もしかしたらセラフィムさんが、はい、まあ、シーアタをとりあえずね、最初ちょっとアシストしてあげた方がいいんでしょうけど、この前二人いるんで、できれば一人がちょっとシーアタに入るぐらいのイメージで、で、ED を行き来するのが一人でいいんじゃないかな、これ。ねえ、面白いよね、これ。C から D 飛べるけど、D から C はいけなくて、D からこっちに戻ってくるしかないみたいなね。これだけちょっとここアシストやね、一旦ね。はい、そこまでやってるけど、
けれども、でここからのメロメロメロで一旦ねでそれでも好きにして好きにして、それとりあえず取って、あーオッケ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 ー、はいはいはいよはいよ、ほんでそれいけないんでちょっと頑張って、その間ちょっと、あちょっとあかんね、戻ってきたあかんね、それもう戻ってきたやつだから C 行ってあげなあかんねん、それな、とりあえずちょっともう行くしかないから、これ行ってあげるしかない、せっかく取ってくれてんねんから行ってあげるしかないんで、これはね全力で行くしかないからね、これはね、メロメロメロー、あーよー、オッケーね、ほんでこれ石化してる間にこれも入れちゃって、どんどんどん、え、なんで嘘つけよ、ほんま。ワンからのハイ、ワン、ツーのハイ、スリーね。で、ワン、あ、スキルもらっていいよ、これ。破棄。あ、赤、ドア、攻撃力解除もなくなるやんか。はいはい、オッケーオッケーオッケー。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。いいよ。ほんで、まあ、エンマはね、別にで大丈夫やとして、ワンからの、こう、メロ、当たんちゃん、これ。あ、うまいねー、それうまかった。ナイスジャスカやね。もう、あれから見て避けれる人増えたんかな。というわけで、僕はシアターシシュマンですね、これね。で、一人と二人はもう一人のセラフィムの方がいけるでしょ、みたいなね。オッケー。で、シャンクスのさ、教習とかさ、あなたアシュラとか食らってみたいんだけどさ、これ。で、どうすんや、これ。なんか、おかしくない？いや、ありがとうございます。よーし、ほんで、これちょっとどうしようかな、こっからな。あっちのアシストしてあげようかな、これな。あ、いらんかった。オッケー。これ、相手の、だから、セラフィも多分かなり暇なんじゃないかな。うん、多分ね。だって、こうへんかったら何もできひんからね。そして、俺がここからここ、これでこれ、こういうこと。はーい。あれね、エリアの外行ってたらね、そうなりますからね。油断してたらね。あ、これまずいんじゃない？これ。あ、でもセラフィムが飛べるか。それは。飛べるわ。はいはいはい。いいね。で、そしたらこれローテーションで僕が D 旗にこれ行っちゃって、これ D 旗にこれ僕が行っちゃって、はい、ワンからのって感じだね。これバジュラングかな。来ないですか？はい、ダウンでオッケーね。はい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 。これ無敵がつけといてね。はい、オッケー。で、相手のブースで火ついてて無敵も持ってるから、これは心強いですわね。っていうことでね。はい、じゃあそれ入れた無でした。あ、ワン、ツー、スリーね。はい、ワン、ツー、スリーね。はい、オッケーね。で、C 型の方もやばくなったらいつでもいけるから、ということで。はい、ワン、ツーね。あ、オッケー、オッケー、オッケー、ここ、まあ、メロ合わせてドーン。はい、オッケー。で、ギガントやからね。まあ、大丈夫やね。これはね、もうね、はい、ワン、ツーからの回避してくる。無理でした。はい、よ、ワッパー、ありがとうございます。ニカちゃんも枯れてしまう。で、あとはね、キングの方だけなんで、とりあえず俺がこっち行っといて、保険でね、すぐ行けるように行っといて。はい、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 大丈夫。で、中入っとけ。じゃあ、それ入って、ワン、ツー、スリーからの、はい、ワン、ツー、スリーからの、はい、はい、はい、ほんで、こっち行っちゃって、ここからは、あ、いた、あ、これ大丈夫やね、もうね、なんか、ブルルルルルル、あ、ワッパーンからの、こう、はい、オーケーナイスやね。落ち着いてね、見れるっていうのが非常にいいですね、機動力を活かしてね。はい、ありました。はい、じゃあ、ラスト行きましょう。よろしくお願いします。これね、これ多分 C 型合戦や、絶対。相手セラフィム3おった気がする、多分ね。マジでこれ C、取ってくれたら最高って感じで、よろしくお願いします。だからそのアシストも全力で行くけど、エリアからちょっとね、行けないですよね、なかなかね。だから D も C も取らなあかんから、これマジで一陣取ったらすぐ行っていいんじゃないレベルで、ほんまに。え、どうしたどうした ?C 頑張れ。これも行っちゃっていいと思うわ、俺これマジで。あ、これ飛ぼ。で、これ無敵。あっかー、なんで吹っ飛ぶんこれ。え、これエリアの中判定じゃないってこと、これメロでぶっ飛んでくれ。オッケー、ほんでからの、オッケー、よし。で、これぶっ飛ばす。はい、オッケー。よーし !3 点でかい !1 からのハイ、1、2のハイ、3からのハイ、1、2のハイ、3からの、オッケー。で、向こうはセラフィン見るから大丈夫として、はい、オッケー。はい、ブルルル、はい、無敵ついてる。はい、1、2、3ね。オッケー、で、これ一陣戻っちゃうと、はい、ナイス、溜めれる。で、竜巻で行くんじゃないかな、それは。と見せかけてもう一回俺が行けちゃう。はい、こんにちはってことで、ドルルル、あ、ワンパーたまらんばい。お肉食べ、お肉いらん。じゃあ俺が食べていい、これ。危ないね、これね、危ない。はい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 。で、ここメロメロメロで行っちゃうと、無理でした。はい、ワン、ツーの、あ、痛い。で、これもうセラフィム来ても別にいいんやけど、こう、ワン、ツーの、はい、スリーからの、あ、ブルルルルル、あ、よ、ワン、ツーからの、はい、オッケーね。で、白い毛貯めてくれてるんで、まあ、とりあえずちょっとこれ、ワン、ツー、スリーやっちゃって、ワン、ツー、立ちまく
立ちまくね。オッケーオッケーオッケー。どこ行った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 ワン、ツー。あ、逃げた。じゃあ一回帰ろっか、これ。じゃあ一回帰って。一回帰っちゃってね。はい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 。ほんで、ここ、ワンからの、はいよはいよ。メロメロメロ。はい、オッケー。で、ここ、C 旗空いてるんで、僕がしっかりと行きます。ということが、プル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 。あ、ワンパーで、ワン、ツー。いいね。もうこれ多分、勝ちなんじゃないかなっていうぐらい多分。ほんまにほんまにワンからのここジャストで入ってくる無理でした。はい、ワンツーのハイスリーね。オッケーオッケー。で、初期型大丈夫か、初期型ちょっと大丈夫か。ワンツーのスリーからのハイワンツーで、はい、落とした。初期型大丈夫ぜね。ワンからのハイワンからの無敵ドーンで、はい、無敵でブルー、はい、無敵つけた。あれからのメロメロメロでどっか、はい、ワンからのハイワンツーのハイスリーからのハイワンツーね。はい、オッケー。ほな一陣帰ろうか言うて、はい、帰ろうか言うて、はい、ワンツーのスリーで、二陣がまずいだ。これ二陣がまずいんで急ごうか。これはちょっと自力で急ごう、自力で、自力で急ごう、自力で。ナイス。オッケー。じゃあここはもう任せろ任せろ、押すわ任せろ、押すわ。オッケーオッケー。ワンからの、はい、オッケーね。無敵撃ってこないならぶっ飛ぶよね、それはね。で、ここメロメロメロピャーやっちゃって、あいらんかった、ごめんなさい。ワンからの、はい、ワンからの、はい、ワンツーの、はい、ぶっ飛べ。はい、ワンからの、はいはい、これ何立ちまぐ。オッケーオッケー。よしよし、もろた。あ、いたいたいた、カムサリ、いいね。で、最後俺がここ、これこれ、ワンからの、はい、ブルブルブル、はい、オッケー。あれ、こう、ワン、ツーの、はい、スリーね。はい、強すぎる。はい、強すぎる。はい、ジャスライトけ無理でした。はい、ワン、ツー。はい、完璧、シーハタも余裕。12,591。やばすぎる。やばすぎる。前線に出ればこうなるんですね、皆さんね。はい、あらしゃ。はい、というわけでね、まあ、どうだったでしょうかというわけで、もう、すごい強いよねって話でね。はい、ただまあ、ほんまに最後の試合みたいな感じで、やっぱ、シーハタ合戦で、ね、最初取ってくれる味方のゲッターの方がいたら、やっぱりね、より力を発揮するのかなみたいな。取られた場合どうするかっていうと、ぶっちゃけ向こうにセラブリが複数いる場合とかって、ほんまにね、逆みたいな感じで多分取り返すことがなかなかむずいと思うんで、そうならない前にもアシストいっちゃってもいいのかもわかりません。もしかしたらね。で、頑張って味方に握ってもらってみたいなで取り返したらそこ死守するみたいな感じでね。で、多分1対1やと、ロジャーとかゲッター含め全ゲッターに言えると思うけど、多分、取れないと思います。おそらく今いる全ゲッターが多分怠慢であればね。はい、多分取れないと思うので、なのでちょっとね、2対1とかでちょっとアシストしてあげるみたいな。だからむしろアタッカーの人がちょっとアシスト行ってあげてもいいかもしれないですね。守りは完全にセラビームがもう2つ守ってくれるわけですから、基本的にはね。なのでね、ちょっとアシスト行ってあげて取った旗をセラビームに守ってもらって、今度は守りに転じるみたいな感じでもいいのかもしれません。というわけで本当にガチ評価としてはセラビームは本当に強いので、マジで一旦、素体だけでも多分持っといて損はないキャラじゃないかな。80でも多分ね、全然いける、活躍できるキャラやと思うんで、しっかりディフェンダーやけどね。はい。なので、ぜひ、引いてみていかがかなと思います。で、サポートね、一応パラミシア入ってましたんで、セラフィムやけどね。はい。一応能力者って感じで。だから、ディフェンダーと海軍とパラミシアと新世界でつくと思うんで、まあ、意外と、まあ、使えたりもするかもしれません。もしかしたらね。はい。なので、ぜひ引いてみていかがかなと思います。とりあえず、ほんまに総じて、マジで強い。ほんまに強い。ナンバーワンかな。っていう感じかな。使ってればね。はい、なのでぜひ聞いてみていかがかなと思います。はい、というわけで本日は新調フェスセラフィム S スネークで暴れてきてでした。皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!